ていうか声邪魔。いやそうでもないねんけど。疲れた。もう覚えられたねそれは。チラチラ見るんですか。見なくてももう覚えられたんや。あそれは覚えられた。こっち見てるからこう。そう、家見、そうだ、そうやったら見つめ返せばいいやん。それはでも、あんまり、まあなんてかわいい。後ろ姿しか見えない。よし。よし。よし。危なかったけど、まだないし。自分が取れへんとか、しゃべるしゃべる。2番、ペガント、岩崎翔平。ペガント、岩崎、ペガント、37。ビビったはずだぞ。楽々シンくんって、うん、何や一度もどこでも一応守ることができる。佐藤何があったの。一応サードですけど、ショートはほぼやってると思いますよ。ショートもほぼやってる、うん。雨ね、晴れ女が来るから何言ってるんですか。でもね、前の手で晴れたことだんだん、センター、開く、センター、開く、手段の4という。ここのね、コンディション、このコンディションさえ大丈夫だったらいいんじゃない。やったー、目開けて打てよ、お前。そう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 、明日も目つぶて打ったよ、うん、ここ見たけ悪いからね。自分なんて思われた。ん、そうだよね。次もう最後かもしれない。ああ、そう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 。だからその振り替えをここでやってくれるかどうかわかんないからね。何のためのそういうこと。何のために行くんですか。何のプレーヤー取るか。ああ、じゃあ結構ね、臨場感は。秘密でまでかなとか。そうだね、私同じぐらいだった時前なんかああもうこれがもう気が付いぐらいまでがゲームかなと思って、うん、自分が実際使ってみて、うん、まあ追いつくやろ。よしよしよし、なんだかんだこの回連射モードがその間になくなってしまうと、それでもね、結構ね、メーカーによって違うんですね。あ、いや、あれずっとオンになっちゃう。これ試すときに、連射モードでも、じゃあやりますよとか言って、パクパクとかってあっさりやられて、うん、あんまり朝にやられてしまったら、かえってわからん。寂しいじゃないですねとか言って、はいはいとか言ったりで、あ、そんなとこにあったんやみたいな感じの。おー、あー、惜しい。ナイスカバー。ヒットかな、ドキやろ、ヒットかエラーだろう。どうせ当たりだろうが、これよーし、ーー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 アメリカやったらキャッチャー、福田、背番号55。数字サイズを考えるとね、数字サイズを考えるとヒットやけど、アメリカだったら5点やってた瞬間以来だから取らないですよ、あんまいや、それもそれで悔しい。最近のそういう堂林ってそうじゃないですか。ならないやつは取らないじゃないですか。今日は取れへんやみたいな。堂林取れないじゃなくて取れない。いやもう動かないってもう取れないじゃん、うん、動いて弾いてエラーの数増やすんだから動かないって手段っていう。それはそれはね、それは最近のノリノリやるから。動かないんだ。打球の行方にはくれぐれもご注意願います。それはね、ノリノリですよ完全に。エラー減ったなって動いてるんですよ。いや、それが残念なこ
まあね、あれだから、エイシン多分相当膝悪いんだと思うんだ。トクちゃんは一発あるから聞いて。飛び込めなくなったね。うん、飛び込めないんだと思う、多分あれ。そうすダブルプレーだったのか。そうだね。高めに投げんかったら大丈夫だと思うんだけど。と言いつつ、もうあっさり普通ストライクを取れていけ。いいよ、コントロールいいよ。よっしゃー、決めて。はい。OK。マサさんは2イニングで40球投げてる。どれだ。スタート。タニ。スタート。タニ。背番号36。もう足つりそうとかそうなの。多分グダグダやと思うわ。スタミナお化けではありますけどね。OK。乗ってけ乗ってけ。あ、でもまだ行く。キャッチボール始めた。まだだ。先発ですか。うん。先発だもの。5回までは投げる。まあ、カンちゃんが5回か。うん、まあね。うん。とりあえずでも中日 6人で回ることは回って、ネルソンが次どうかやなと。うん、メルトンが使えたら、マサさん特に入れる、グリーン入れるって思って。ありがとうございました。ビールにジュース、ウーロン茶いかがですか。ゆめちゃんは次15球目なんというしょうやな。完投しちゃうよ。あっと、バレた。てか、1回の裏、6球で終わってますね。お待たせします。早かったな。うん、ほんと早かった。月収かよ。えマサの映像は撮れたからもうええわ。えぇ、撤収する。あ、でもね、置いてるからどうしようよ。わざわざ上まで上がってしんどいのにしたわけやんか。しかもその後見えづらいっちゅそこ、ね、に動かない方がいい、うん、そう、あの動くやつは。あ、いいね、いいね、いいね。正解、いいぞ。でも違うよ、多分。8番レッド赤坂、全然違う。レッド赤坂、背番号104。あれはセーフと言われてましたかな。うん、うん、よく取ってよくない、うん、よく取ってよくない、うん、よく取ったね。うん、どうやって抜けないのに。うん、まさには11番
かな。パパの後で後ろ来たでしょ。パパの後で頑張れよ。無理中間のところを投げてどうしようと思う。ちょっとなんかあのどんどん嫌がらせのノックでどんどん難しくなるやつみたいな。9番ピッチャー山本昌。まだ行くか。ピッチャー山本昌。背番号34。5回までは行くとかだったな。多分もう本人は勘弁してくれると思った。暑いし。そう。暑いし。あ、そうや、いつきちゃんも来てる。じゃあ私のフォロワーさんが何来てる。してる人月さんで、ハリオくんのファン。あ、ちっちゃい。ずっと隣で見てる。あ、ほんとてか、たぶん隣で見たはずだよ。あ、さっきですよ。会ったことまだないんだけど。おっよっしゃナイスいいぞ、庄司マサさん、ええー、とこなし。投げてダメ、打てない。そうそうそう、サードで楽でセカンドね。うん。いいらしやったと思う。かなり早かった。うん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 。簡単に PL の後輩っていうだけでアグラは喋ってくれてよし。ファールボールにはくれぐれもご注意になります。いや、取ったか取ったか。